だ。こんにちは。本日は、本日はだってもう会ったの1ヶ月ぶりだよ。お腹空いてんだ。こっちは。俺だって言ってたよ。じゃあ。じゃあね、お腹空いてんだ。そうなんです。今日はですね、久しぶりに3人で集まってですね、動画撮影をいろいろしようと思ってるんですけれども、はい、やっぱ今もうお昼過ぎなんですよ。でも今僕らは実はご飯食べてないんですよね、お昼ね。そうです。はい。そうなんです。ということで今回は山田チャンネルの3人でお腹いっぱいになるまで。ウーバーイーツをやろうのコーナーやりたかったナイスナイスナイス、はい、ということでね、今回ですね3人でね、美味しいもの食べようと、はい、いうことなんですけれども、これ見てわかる通りですね、ソーシャルディスタンスのね、そう、最強のディスタンスがここございますので、はい、はい、だからもうこれで大丈夫だろうと、いうね、そういうことなんでございます、今回ね。はい、ね、もう早速ですね、今回ですね、六本木ヒルズってね、頼める Uber Eats の今サイト出してるんですけども、あのね、高え店が多い、そうですよ。六本木ヒルズってやっぱハイソなお店が周辺にね、やっぱ多いわけですよ。ただまあ今回はですね、全てですね、経費になりますので、早速ちょっとやっていこうか。やっていきましょう。見ていきましょう。はい、見ましょう。さあ、何系がいいですかね。まずね、お腹減ってるからメイン何すっかって感じなんですね。そう。あー、お肉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 、すごい肉いっぱいあるよこれ。やば。高っ。見てみ。ど、え？あ、ちょうど3人前がある。ねえねえねえ。バッチリバッチリ。一撃アウトだこんなの。2位やこの時。いやでもこれリアルにニューヨークの時これくらいの金額だったら。サーロインカツ。ゲーム買えるやんもうこれ。確かに。本当だ。すげえよ。ゴーストオブツシマだよこれ1本。これ確かに。ゴーストオブツシマ買えちゃうよこれで。フィレカツで。勝たない。頭おかしいでこれ、すごっ。これでもさ、確かにこれさ、食べやすいって意味ではこれありかもね、これね。でもこれ3つですよ。ほんと3切れ、怖っ。3切れ、1切れ2000円でだろこれ。やばいっすよこれ。これでこれでしまいにします。2000円だっていやピザありっすよ。普通にピザありじゃない、この人数じゃないとピザあんま食わないだろ。せやねんな。わかった、ピザまず1個買いっとこ。やったまずピザ。はい、ピザで早いところだって確かに困難だな。ドミノピザとピザ、ザピザね、ザピザだな。じゃあピザはダイオが決めていいです。え、なんつぁで、お肉系ヤスくん決めていいです。わかりました。はい、ボルパーにしましょうか。はい、ボルパーにしようか。オッケー、じゃあピザはボルでいきます。ボルで、ピザボルにして、粗挽きかキノコ、キノコじゃあ粗挽きじゃないですか。確かにね、消去法になっちゃった。ソイ81、ソイ顔まんがい食べたいな。いいっすね。顔まんがいいっすか。いいっすよ。ほんすさせんね。ちょっとお米も確かにあったらいいかなと思って。あったら確かに。さっきなかったからね。よし、顔まんがいぞ。顔まんがいいか。俺食べたことないからな。顔まんがいはいい。やもうね、まあ、顔まんがいかチキンライスかでちょっと悩むけどね。やよし、2店舗一旦ね、注文終わったんで、じゃあ一回待ちますか。はい、OK、 よいしょ。はい、ですね、ウーバーイーツ2店舗が来るのにちょっとまだ時間がかかるの で、あとまあ頼んだものもほどほどだったから、そうちょっと合間の時間で今からちょっと安イーツを、安イーツ行ってみます。安、はいはい、イーツでですね、マクドナールドでダナルマクダナルドでちょっと安イーツをさせていただきます。はい、サイドメニュー的なやつをね、そうそうそう、ちょっとね、ちょっともうヒルズもう真下だからね、マックがね、今月見も始まったから、うん、ね、そうちょっと月見パイとね、マックフルーリーの月見をちょっとね、とかあとちょこちょこちょっと見つけようって買ってきてもらおうと思います。ということで、いってらっしゃい。ありがとうございます。いってらっしゃい。ありがとうございます。あ、ナゲット、俺はマスタードがいい人なんで、マスタード、はい、両方もらってきました。あっす、はい、気が利くね。はい、あざまる。配送料300円ぐらいですね。あ、かかるんだ。イーツだから、そっか。はい、あ、そっか。そうです。じゃあ、オッケーです。お待たせしました、安イーツです。あ、どうもありがとうございます。安イーツ、はい、はい、今回ちゃんとクーポンとかも使わさせてもらったんで。あ、すごい、はい、ちょっとお安くなってます。よかったです。今回初回無料ということで、はい、配送料も今回タダになってます。ありがとうございます。はい、ただすみません、ちょっと楽天ポイントだけ、はい、自分の方で。なるほど。はい、あ、どうぞどうぞ、全然それくらいでしたらね、はい、はい、構いませんので、失礼します。はい、あ、どうもどうもどうも、はい、あ、どうもどうもどうも、はい、どうもどうも、そういうことですね。はい、はい、かしこまりました。よかったです。はい、ありがとうございました。あ、ありがとうございました。はい、ということでお店全部来ました。イエーイ。
よっしゃ、じゃあ早速開けていこうか。はい、ここがちょっと僕が気になるんで、ピザからいこうか。じゃあピザザーピー、なんかボ、なんかキノコ、キノコだ、ボロボルダンチャラキノコみたいな、ボルチーニだけですよ、ボルチーニだけですね。はい、入ってますね。やばい、匂い、うわー、匂ってます、匂ってます。あ、もう生地薄いやつだ。そうですね、はい、こんな感じ、クレスピーな感じのやつですね。こんな感じですね、気をつけてます、大丈夫です。はい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 、で一旦閉じて、こっちはお肉ですね。はい、そうです、お肉は包まれてて分かりません。はい、すいませんね、ちょっとね、はい、ちょっとね、中野野菜がこっちらかってますね。いいんです、いいんです、ウーバーイーツのね、いいところする。うわ、もういい匂いがすごい。うわ、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 圧倒的ミートでございました。汁がすごいな。このまま丼にザーした、汁を、この汁を一滴残らずいきたいですね、これね。これがね、カオマンガイ。うお、あ、これの量すごない。うまそう。この鶏、鶏肉が桃と胸、そうだね、今回はそう、桃と胸。これが胸、これ桃だろうね。くっそー、多分このソースをかける。そうだね。うわ、こういう感じですね。チキンパイ、チキンパイ、イエーイ。食べたい。あとはナゲットとポテトなんで、まあ、わかるやつ、みんなわかるやつ。よしよし、じゃあちょっと食べていこうか。はい、イエーイ。うわ、あ、うわ、うわ、います。そんな静かなんですか。ボーノボーノボーノ、きた。うま、香りがすごいね、これね。ボルミがすごいボルミが凄みだよ、これは。うん、ブリブリですね。うめっちゃうまいですね。うん、なんか、確かになんか香りが、香りもだし、味も、ちょっと食感がすごくいい、これ。うん、ガーリックすごい。お、お肉がね、うまいの。カオマンガイです。カオマンガイです。うまそう。フーディーがすげえな、これ。ちょっと前もこれ、揚げと、この、こっちもね。胸と胸もね、そうそうそう、ソースかけないと、ソースもね、いや、そうそう、最後にジュバッと、ジュバッと最後、あーれ、お、どなったんだ、なるほどね、フェイク20だったよ、びっくりした、店員さん20です。ね、急いでやってたんだね、きっとね。はい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 、あ、すごい、コーンが入ってんすか、それ花なんかね。よいしょー、うわー、いいやん、これ。うわ、ラララ、うわ、俺シンガポールに帰ってきたわ、今。うん、うん、うわ、もうこのソースで無限にこの米食える。何ソースなんですか。甘辛、緊張ぶり、はい、よっ。で、今回ナゲットなんですけど、うん、新しいソースが追加されてて、レモンタルタルね、はい、うん、知ってんのかい、うん、しかもこれ鶏ちゃんと3個ずつなってるのいいな、ありがたかった。うん、うん、いや、確かに、うん、ちょうどいいです。はい、うまっ。これやばい、俺やばい、ちょっと今日一かもしれん、今日ここに並んでるラインナップの中で。俺は今もう結構食べたね、なんだかんだね、量はね。あと結構メインはなくなりましたね。そうだね、メイン系はなくなったので、あとナゲットとかちょっとポテトとかそっち系だわ、うん、オッケー。いや、なんかもう普通にさ、うん、今日俺も昼ね、はい、本来の撮影予定の時間に合わせてたからさ、うん、まあ、13時ぐらいにさ、うん、Uber Eats撮れればいいねみたいな言ってたじゃん、はい、でもその編集なりいろいろあって結局食えてなかったからさ、今日最初の食事だからすげえ染みてるわ。そう、僕らもそうっすよ、うん、体がすごい。1食目だったんですね。そうなんだ、俺も1食目でした、ね、しかも今日俺ヒルズまで自転車で来たんですよ。そう絶対食べた方が良かったじゃん。ねいや、思ったより、うん、長かった、うん、家から、うん、プラス30分ぐらいかかりました。そうなんだよ、もっとこれくらいで終わるだろうって、これくらいでいけるだろうと思ってた時間をオーバーしちゃってたからさ、信号が多かったんですよね、うん、あ、マジで、うん、俺ね、自転車をなんか長距離、うん、長距離って言ってもまあ言って都内だけど、うん、こんなに漕いだのがもうなんか多分高校生の時ぐらいぶりなんだよ。まあ、でもそうなりますよね。そうそう、大人になってチャリンコ漕がなかったから、はいはいはい、で近所ぐらいですもんね。いや、そう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 、で昔はさ、俺その学生の頃って、うん、神奈川に住んでたんだよ、うん、
うんうん、で神奈川の、まあ、別にその本当に横浜の大都会とかじゃない、あの鶴見ってことですね、うんうん、鶴見って別に、まあ、はっきり言っちゃえばその別に都会じゃないわけよ、あのね、その頃の感覚で自転車乗ってたわけよ、うんうん、あのね、そう、都内はこんなに、あ、信号あるんだみたいな、信号もあるし車の通りも多いからスピードを出さないんだよそんなに。あの僕クロスバイクだから、まあ、ロードほどスピードもともと出ないんだけど、うん、出そうと思ってもあの乗り切る前に信号で止まるね、なんかすげえ、あの、あ、そうかって思った、うん、だから想像してた、だから時速何キロでここまで行ければこれくらいの時間だろうと思ってたら、だからオーバーしてたから、あ、それそうかみたいな、そうか、うん、皇居のあたりぐらいで本当に、はい、あの辺はすごいスムーズに行けたんだけど、いや銀座のあたりとか無理ね、あの辺結構飛ばさないと多分ダメですね、あ、むしろそう、ガーンって行かないとゆっくり行ってると、はい止まる、そう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 、スーン、はい止まるみたいな安全運転でね、まあ久しぶりだったからね、うんうん、っていうのもあっただろうけど、そうですね、いやあれ都内で自転車でなんかその運動がてらとかってむずくねって思った、うん、場所選ばないと無理だろうなと思ったわ、うん、なんか僕東京来たての頃、うん、あのエリアで言うとまあざっくり中野ぐらいから、うん、新宿まで毎日自転車で、中野から新宿で、はいはいはい、うん、まあ、普通に漕いだらたぶん20分ぐらいなのかな、うん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 、20分ちょっととか、うんうん、僕そこを9分で行ってました、なんか爆速や、爆速で行っててすげえな、でその時めっちゃ痩せたんですよ、そうだろうね、結構ちゃんと漕いでるよそんな、でしかも坂道が多すぎて、うん、おい、や、東京にイラついたっすもん俺いやいやそうだよね、坂多すぎやんと思って、わかる、しかもその中野で新宿のあたりとかって本当にこうさ、新宿から渋谷のあの区間とかもさ、はい、結構その、なんだろう、本来坂じゃなくないみたいなところもさ、なんかその、こう、通れないからさ、こう上がるところ行かなきゃいけないとか、はいはいはい、そういうのいっぱいあるから、あの辺、チャリは結構、いるだけで痩せるだろうね。そうチャリ生活するだけで痩せると思う。しかも、一個めっちゃ強烈な坂がその行く土地にあるんですけど、うんうんうん、まあ、帰り道にあるんですけど、はいはい、そこを、うん、僕と僕の友達含めて、うん、チャリ乗りながら登りきれたのは僕だけなんですよ、うん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 、もう普通の人は多分もう乗りながら登りきれなくて、はいはいはい、そうで一回降りてつって言ってね、そうそう、僕太ももの脚力だけは結構自信があって、うん、おそうなんだ、やってきてたんだ、そうチャリを、チャリってわけじゃないんですけど、じゃ昔から太ももめっちゃ強いんですよ、うん、あ、そうなの、俺競輪とか向いてたかもしれないですね競輪場に行こう行けこうってあったんですよね、えあれ CM 知らない？もう一回言って、競輪場に小池栄子っていう、小池栄子って昔 CM なかったですか？え？覚えてない、マジ？関西ローカルとかっていうことじゃなくて、うそー、わかんない、俺聞いたことないそれ、関西ローカルだったら私は覚えてない、あーあー、え、全然俺覚えてないわその CM、聞き覚えがないっすね、うそ、テレビ見てないな、いやいや見てるけどもうなんだ、安くんよりは見てる説あるけど、あ、でも昔か、俺昔は、うん、相当知識やばいですよテレビの、うん、テレビしか見てなかった、テレビっ子だったんだ、いや霜降りミキジットがちょっと最近やばい、あの全部ねそれぞれ好きだったんだよね、うん、好きだった3人がやってて、でいいなと思ったのはなんかその要はその若手たち集めてやってるしゃべくりセブンみたいなもんなんだよ、あ、まあそうですね、うん、なんだけどもまだそのしゃべくりメンバーほどのスキルとかそのキャリアはないから、なんてそこはやっぱり向こうには劣るんだけども、なんだけどなんか違うのは、いやその例えばの例えばそのネプチューンさんとかさ、あのクリームシチューさんとかで俺おのおのが戦ってきた結果残った人らでやってるじゃん、はいはい、そうですね、そうそのもう百戦錬磨同士がやってるから面白くなってるってやつじゃん、うん、でそれには負けるんだけど、あの霜降りミキジットはもう完全に同期って感じだから、うんうん、同期乗りでやってるよね、はいはいはい、だからその仲間、あ、それすごいわかる、そうでそれがよく働いてるなって思う、いやそのな、いやまあ仲いいからできるキャッチボールを結構そのやってるからおもろい、俺あれだけ見たんですよ、歌の回があって、歌の回、あ、あれじゃない、なんかねワンフレーズ自分のなんか得意なやつ歌うみたいなやつが、うん、あ、あったあったあった、で、あったその回、あの霜降りの、うんうん、どっちだ、めっちゃ上手い方いるじゃないですか、粗品さんかな、粗品さん、あ、あれか、せいやさんか、せいやさん、せいやさんめっちゃ上手いと思って、うん、すごい感動した今週、あの、R 指定が来てあ、そうなんですか、R 指定さんバトの、そう、
そうそうそう、あの要はあのフリースタイルの、はい、フリースタイルラップのアハルさん、R指定さんが来て、あのせいやさんとせあの全員にフリースタイルのラップをちょっとこうレクチャーするみたいな回になったら、はいはいはい、せいやさんが普通にうめえっていうのが面白かった。いや多分そうですね、せいやさん結構センスあるなと思います。せいやさんね、おもろい、今ハマってる、せいやさんにハマってます、すごく。ミクあの霜降りミキジットはここ1ヶ月ずっとズームネタでいじられ続けてる。ああそうなんです、ずっと。そうそうそう、いい幸せな空間で、ね、そうそう、みんながいじってくれるみたいな感じ。はいはいはい、そう大事。そうそうそう、せいやさんのあれポテンシャルというか器用さがすごい。あ、わかる。モノマネもめっちゃ上手いんですよね。そう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 、坂田師匠のモノマネ。あ、やばいよね。あれもう本人より上手いんじゃないですか。そう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 、やばいっすよあれ本当に。わかる。あとなんかその声真似が上手い声真似がまず上手いし、うん、言いそうなことも言えるし。あ、そう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 。これあのね、ツイッターフォローしてんだけど、せいやさん、はい、せいやさんが 毎日1本動画あげるんだよ。100円モノマネ、100円ぐらいのクオリティのものまね。ああ、そういうことか。そう、やるんだけど、わかるってなる。へー、ちょうどいい、なんかちょうどいいやつをくれるんだよね、せいやさんってそう、そう、それずるいですね。100円って言うことによって、うん、叩かれないようにしてますよね。あ、そう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 で、100円よりは上だよねってなるし、こっちもうまいな、やり方が。で、めっちゃ面白い回答で、そ、まあ、おもろくない回もあるけど、うん、ああ、わかるぐらいの。でも100円って言ってるから別に、そうそうそうなんの文句もない。やり口がうめえな。あれ昔は逆だったんだって、ボケとツッコミが。へー、そうだから粗品さんの方がボケだったんだって。へー、そう。でも人気のコンビって逆なパターンめっちゃ多くないですか。あー、そうなんだよね。ナイナイさんもそうだし、うん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 、キングコングとかも元々逆みたいな。そう、ね、そう、で入れ替えてみてバズるとかね。そう、極楽と、極楽とももそうだな確か。あ、そう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 、最初はそうで、極楽さんもね。みんな違うじゃんスタートみたいな。ほう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 。だからなんかあるんすかね。なんかでもあるんだ、相性を見て自分らに変えるんだろうね。うん、うん、親とかと会わないかったからさ、久しぶりにこの前ご飯実は行ってね。あ、なんか書いてましたね。そう、そこでそういう会話になったんだけどさ、はい、そう。いや、あのねなんていう、何ヶ月、いや、じゃあ俺もなんかテレビうんぬんじゃなくて、もともと仕事の話しないんだよ。あー、なるほどなるほど。そう、親とか、親、家族とあんましないかな。聞かれたら答えるぐらいの感じだから。え、でもそんな子、そんな感じだ。そうでもない。俺、まあ、そうっすね、でも絶対聞かれるから絶対話すみたいな。あー、そういうことかそういうことか、うん、だって、俺もともと、ほら、ゲームウィズに入ったけど、入ってあのアルバイトで入って、その後契約になって、で今辞めたけど、入ったとかもなんと、なんか別に最初さ、僕が入った頃はゲームイズ別に売れてる会社でもなかったから、イケイケでもなかったから。そうですね。そうだから、あ、今普通にバイトしてるとしか言ってなかった普通に。そうですよね。そうで、そのバイトしてる中でなんとなく YouTube 始めて、うわーって言って YouTube でうわーってなって、山田チャンネルができた後ぐらいかな、うん、後ぐらいに、あ、だからそうだ、思い出した。あの1年目にオフ会何回かやってたわけよ。その時に大阪でオフ会やってたんだけど、はいはいはい、確かに大阪城公園ですよね。え、大阪城公園。あ、そう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 。で、オフ会をしてる時もう全然親に YouTube うんって言ってなかったのね。はいはい。なんだけども、その俺のいと、大阪に住んでるいとこがいるんだ。へー、はいはいはい。で、大阪に住んでるいとこといとこの息子さんがポケモン GO を当時やってたんだって、はい、で、それで YouTube で俺を見つけて、はいはいはい。で、あの母親とかはそこから俺が YouTube やってるの知ったすごい情報の伝わり方してる。そう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 。だからこんなことや、なんかそのそう、なんかスクリーンショットとかこんなんやってんのみたいな感じでうんみたいなその方がなんかちょっと恥ずかしいっすよね。いや、そう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 、あ、そっか、オフ会とかやってんなうわ、いや、なんかこそはゆいなみたいな感じになったかな、その時は。そうっすね。そう、なんかね、ちょっとそう、そこだ、だからうちの母親にはでも俺直接やっぱり言ってなくて、ずっとだからそっからの経由でね、今情報が言ってるらしい。なるほどね。そう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 。なんかこの前、登録者7万人行ったらしいよって、連絡が来たよっていう。言ってあげてくださいよいやなんか、ね、いや、仕事の話ってなんか恥ずかしいんだよね。あ、家族とかの話だったら全然普通に。全然俺大丈夫だ。そうか、全部言っちゃうな私。たよちゃんはなんか言いそうな、言いそう、何にも全て言いますね、1日にあったことはあ、すごいな、そういうタイプ。なるほどね。だ、家離れちゃうとね、結構、まあ、そうっすね、すごい、それがの拍車がかかったわ、まあ、確かに。離れちゃうから好き勝手やってるからね、ちょっとね、うん、はずそうだ、男の子はあんまり話さない、うん、そうかもね、人が多いと思う、うん、うん、ちいち、うん、ほうほうほう。まあ別にね、
聞かれたら言うけど、うん、仲悪いわけじゃないんだけどみたいな、あえて別に言うほどでもないみたいな、そう、うん、なんか信頼しておけよみたいなぐらいの感じですよね、うん、多分大丈夫です、生きてるから、そうそう勝手にやってるから大丈夫だよって言って、多分そういう感じだと思う、うんうん、そう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 、だよちゃんだってあれ下にいるんだよね今日ね、そうだよね、うん、は実家なの、もう出てる、あ、実家です、実家です、あ、実家なんだ、でもそ、なんかさ、だと余計安心しない、なんか自分がさ、出ててさ、うん、結構俺もそうなの、下の弟がまあ実家にいるから、うん、あ、じゃあもう弟の面倒見てるでしょ、じゃあ俺のことは大丈夫みたいな俺は好きにやっとくよっていう、そういう感じで生きてきてるからさ、確かに確かに、もう妹全然家出る気ないから、そうそう、もうじゃあよろしく家は見ててくれってなるよね、わかるー、そうそうそう、弟はこれからの、うん、ね、はいはい、そう、俺もそうだわ、うん、俺そういう意味で俺一人なんで、そうかそうか、あ、そうか、一人っ子だ、一人ちょいちょい、帰ってあげてください、まあ、そうだね、うん、一人っ子だったらね、うん、一人息子は帰ってあげなか、ダメよ帰ってあげなか、あげなか、あけよ、あかんよ、うん、だからちょいちょいね、うんうん、帰ります、うん、ちょいちょいだ、はい、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、うっす、あ、楽しかった、美味しかった、うっす、あ、ちょっとまあ、3人で分けたからギリギリ食えたね、うん、そうですね、まあ、ちょうどいいぐらい、ちょうどいいぐらい、確かに、そうそう、六本木で Uber Eats 見るとその価格差高い、そう、価格差高かったね、うん、この弁当1万5000円ですかみたいなやつもね、いっぱいありましたんでね、さすがヒルズっていう感じでしたね、はい、ちょっとワイワイね、ご飯ちょっと食べれたんで、はい、こっから撮影頑張りますということでね、はい、はい、ということで、山田チャンネル3人で集まってワイワイご飯食べましたの、動画でございました、はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました、もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします、また、Twitter がですね、山田もやすもだいもやっておりますので、よかったらフォローお願いします、あとは山田チャンネル公式 LINE スタンプ、スタンプぜひぜひ買ってください、はいはい、あ、ただすでに黒字なようなので、別に僕らのために買うとかやんなくても大丈夫です、はい、欲しい方はぜひ、そうですね、はい、欲しい方だけぜひ、あとプレゼントとかもできるから、ね、あ、できますかね、はい、はい、僕も友達30人ぐらいに送りつけました、はい、すごいめちゃめちゃ送りました、はい、3000円ぐらい送りましたね、はい、ということで、じゃあ、この辺で終わりますかね、バイバイ、はい、バイバイ、さよなら、さよなら、ありがとうございました。Thank you.